どうも、としおです。今回はアニメスラムダンクの第1話アニオリシーン&見どころまとめということでやっていきたいと思います。また動画の最後に一つお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。まずはじめに、皆さんスラムダンクのアニメって全部見ましたか？これ実は気になっていたので事前にアンケートを取らせていただきました。で、原作コミックは読んだけれどもアニメは全部ちゃんと見たことがないって方も割といらっしゃる印象があったんですけど、結果はこちら。集計時点で5270票のうち7割以上の方が全部見たとのご回答でした。アニメもしっかり見ている方がこれだけ多くいらっしゃるんですね。ご回答いただいた皆様ありがとうございました。このチャンネルでは今まで基本的には原作コミックをベースにした内容の動画を上げてきました。ただ今年は約25年ぶりの映像作品として新作映画が公開されますよね。僕も今年の映画公開前に改めてアニメが見たくなって今日々時間を作って見返しているところです。まあ約25年前の映像作品なので昨今のアニメ映像のようなクオリティに比べたら技術的に劣ってしまうのは仕方ない部分はあります。ちなみに井上先生の別作品リアルのストーリーの中でアニメのスラムダンクの試合描写を揶揄するようなシーンがあったのはシュールでした。あとは試合中の走り方が奇抜だったりもするんですが、それでもアニメはアニメの良さがあると思いますし、特にテーマソングとか名曲ばかりですよね。あと何と言ってもアニメオリジナルシーン、このアニオリシーンがファンからすると嬉しいところなんですが、以前リスナーさんからもコメントでリクエストもいただいたこともあってアニオリシーンをまとめて1本の動画にでもしようかと思ったんですが、これアニオリシーンって結構たくさんあるんですよね。なので今回のように個人的な見どころシーンなどと合わせて1話ごとに動画にしていこうかと思います。まあもしかしたら何話かまとめることもあるかもしれませんが、基本的には1話ごとでサクッとまとめていきたいと思います。この動画をきっかけに一度アニメを見たことのある方や原作コミックしか読んだことがないっていう方も含め、新作映画の公開前にぜひアニメ版を見ていただけたら幸いです。では早速行ってみましょう。まず最初にアニメといえばテーマソングがありますよね。スラムダンクのテーマソングはどれも名曲ばかりというか神曲だらけって感じです。個人的にカラオケ行ったら何がしか歌ってる気がしますね。でアニメ初期の頃のオープニングテーマはこちら、バードの君が好きだと叫びたいです。このオープニングは特に印象が強いですよね。ちなみに僕も今年聖地巡礼でこちらの踏切に行ってきて動画でも上げているのと、チャンネルのバナー画像もこちらの踏切の写真にしています。この君が好きだと叫びたいはアニメ全101話あるうち1話から61話まで使用されています。アニメ全話の半数以上をこのオープニングテーマが占めているので印象が強いのは納得ですね。続いてエンディングテーマは大黒摩季さんのあなただけ見つめてるです。こちらは1話から24話まで使用されています。ちなみに大黒摩季さんは昨年2021年の12月に BS のテレビ番組の中でスラムダンクメドレーということでいろいろなスラムダンクのテーマソングを歌われています。こちらがめちゃくちゃいいのでご覧になられたことがない方はぜひチェックしてみてください。続いて内容に入っていくんですが、まずアニメ第1話は原作コミックでいうところの1話と2話のちょうど2話分消化になります。堀田一同が屋上に行くとそこにルカワが寝ていて、ルカワが初登場するシーンまでになります。さあそれではアニメ第1話のアニオリシーンを紹介していきましょう。ちなみにアニメと原作コミックを比べた時セリフの細かな言い回しの違いだったり、逆に原作にはあってアニメでカットされている表現などそちらは紹介しきれないので割愛させていただきます。ここは明らかにアニメならではのアニオリシーンだなっていうところのみ今後も紹介していくのでご容赦ください。今回の第1話のアニオリシーンは大まかに4つありました。1つ目はオープニングテーマ直後の試合のシーン。このシーンでは主人公の桜木はもちろん、後に登場するルカワ、赤木、宮城、三井を含む湘北のスタメン5人が試合をしている描写になっています。ちなみに相手チームはユニフォームに南と書いてあるんですが、インターハイの神奈川県予選ではトーナメントを見ても南ってつく学校とは対戦していないので、こちらは架空の相手になっているのかなと思います。2つ目は細かいので入れるか迷ったんですがこちら、花道が島村陽子にバスケット部の小田くんが好きなのと言われて振られてからバスケットというワードに神経過敏になっていた時のシーンですね。その中で原作にはないんですがクラスメート同士がお前もっとダイエットした方がいいぞと言ったことに対してダイエットとバスケットを結びつけて花道が切れるシーンがありました。3つ目も細かいんですが、
花道が春子さんと一緒に行った体育館でダンクを失敗してボードに頭を打ったシーンの後です。原作コミックでは花道と水戸が一緒にいる描写はありますが、アニメでは実際に水戸が花道の怪我を処置してあげるシーンがありました。4つ目は春子さんがルカワに片思いだと知った後、花道が打ちひしがれるシーンですね。原作では BGM で同様のドナドナが流れている設定なんですが、アニメではヒュルリーラーヒューラーリーといったフォーク演歌っぽい曲になっています。こちら調べたところ、アニメのサウンドトラックにも収録はされていない曲なんですが、アニメオリジナルの曲でヒュルルリーラヒュラーリといった曲だという情報が確認できました。ちょっと曲名が合っているかは定かではないです。アニメ第1話のアニオリシーンは以上の4つになるかなと思います。はい、ではアニメ第1話で個人的に思った見どころと感想をご紹介していきます。大きく4つありまして、まず1つ目は春子さんが可愛い。これは説明しようがないんですが、久々にアニメを見返してみて、あれ春子さんってここまで可愛いんだっけって素直に思いました。ちょっとこれはもうね、言葉では形容できないので、アニメを久しく見ていない方やまだ見たことがないって方は要チェックです。2つ目は3年生の2人組が可愛い。花道が春子さんに一目惚れして一気にテンションが上がって思わず3年生の校舎に突入してしまうシーンなんですが、この時に登場する3年生の女子生徒2人組が原作とは全然違ったキャラクターで結構可愛いです。3つ目は藤井さんの初登場が可愛い。これ原作だと春子さんの後ろに藤井さんが普通に立っているんですが、アニメでは春子さんの背後から徐々に恐る恐る顔を出してくる藤井さんが見れるんですね。いや、このシーンは良かった。おそらく藤井さん推しのファンにはたまらないシーンなんじゃないかと思います。まあ、藤井さんって最初は桜木軍団のことを怖い人たちだって敬遠してたわけなんですが、その様子がより伝わるシーンといいますか、この辺の細かな表現はアニメならではですよね。ぜひアニメ版でチェックしてみてください。で、今んとこ見どころが全部女性キャラに対して可愛い可愛いって言ってるだけのちょっとやばいおっさんっていうか、男性視聴者目線に偏りすぎてしまって申し訳ないんですが、最後の4つ目の見どころですね。これはアニメに限ったシーンではないんですが、春子さんが心の中で桜木くんはバスケット部の救世主になるわっていうシーンですね。いや、ここはもう原作を最後まで読んだ方にはすごく感慨深いシーンですよね。アニメ版でセリフを音声として聞くと、ここ意外とジーンとくるかと思います。はい、ということでアニメ第1話のアニオリシーン&見どころのまとめでした。いかがでしたでしょうか。こんな感じでアニメ第2話以降も随時動画を上げていきたいと思っています。そして一つ告知なんですが、今週末3月19日土曜の9時からですね、初の YouTube ライブ配信をさせていただく予定です。現状1時間くらいを予定しているんですが、フリートークで皆さんといろいろやり取りできたらと思っています。今年映画も公開されますしね、スラムダンクに関してざっくばらんに雑談できたらと思います。ご都合よろしければお気軽にご参加いただけると幸いです。よろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。